はい、じゃあ抽選ですね。船橋あの並びから抽選に変わったみたいなんで、初の今日は抽選です。寝台入れ替えなんですけどね、私は今日はいちごシェフではなく、あの騎士を千葉で打ちます。はい、何番引けると思いますか？ D は何番引けると思いますか？16割る。いくぞ、くつくつくつ、ほらほら、3番です。これはね、大丈夫だと思うんで安心して今日は取りに行きましょう。お願いします。3番でリードします。おはようございます。イエーイ、ありがとうございます。あ、かわいい、見てこれかわいい。はい、ございます、ございます、ございます。さあ、パパなんてね、まあ何でも取れるんですけど、キザナ行きたいんですよね。そう、行きましょう。やっぱ皆さん絆きますね。絆、492番台、私が狙ってたやつです。じゃあね、今日は絆マジケッチュー行きましょう。 OK。 はい、おはようございます。ミニテレのいちごゆいです。どうも、マジケッチューです。はい、ということでですね、本日第一プラザ船橋店さんです。はい、久しぶりの絆なんですけど、もうね、前回まああんな絆だったんでね、今日こそは見せ場作るぞということで、もうどんどん回していきましょう。一応あの今日、12時開店だったんですけど、寝台の入れ替えの関係で12時開店だったんですけれども、あのもうね、すでに絆コーナー満台です。なんでね、12時からということで、あの、まあ、通常のね、朝10時開店よりもやっぱりね、回転数はどうしても少なくなりがちなんですけれども、しっかりと回していきたいと思いますよ、今日はバチバチと。さあ、最初7ゲーム強チェリーですね。あの、朝一7ゲーム中に特に合格の示唆はなかったですかね。まあ、前回の絆の動画も同じね、第一プラザ船橋店さんであの出させていただいたんですけれどもね、前回ね、同じくこちらの千葉県の方で、あ、暑いですね、発展が来てる。これ謎当たったんじゃないか。さあ、これは、あ、合格中謎当たりですかね、超合格中謎当たり。赤、左、黄色、一応、34ゲーム謎当たり超合格に飛んでたんですかね。まあ、朝一合格にリセット合格で飛んでて、強チェリーから超高に移行してて、謎当たりかもしれないです。まあ、ランプ白、一応ね、源之助ボイスは後期だったんです。どうですかね、朝一行けそうな気もしますけど、朝一一発目投資が2本です。はい、 OK、 滑り出せば上々です。足すくったい、特にね、狙いたいっていうものはなかったんですけど、っていうのは、前日ね、一応船橋店9台絆設置してあるんですけれども、で最初もあのマイナスで終わってるんですよ。まあ、電車の中でなんとなくこの492番がいいだろうということで、まあ、ここに座ったんですけど、
2セットを降格飛んでる感じだったので、朝日さんさんこれがねいい競争になってくれれば、今日はもうお腹いっぱいなんで、まあ、もうやるって素晴らしい。はい、セットは大丈夫でしょう。いやー、ここが絡めたかったですね。わからないことした。ああ、ありがとうございます。ナイス。間違った今の。3時効果が絡んでくるとね、波乗りできるんで、波乗ろうぜ。おう、ちょっと久しぶりだな。プライベートでは携帯値稼働だけしてます。今はね怖いんで、撮影は関係はね、ゴールデンウィーク中は結構外線とか音系打てたんでね、この絆のあったりした感じいいです。あんさん、これ押し順で取れたら気持ちいいの。ここで1回、あいいぞ、いやー厳しいか。おお、持ってなかったら処刑速攻1本持ってるってことですね。ベルで取りました。なんか前にも感じたことのあるような光景ですけど、また相手めちゃめちゃいいみたいなね。アサイズだけか、もろたか、もう設定もろたぞ。エッジエッジの巻物、お、恒例役祭りです。689枚、いい朝一上出来でしょう。700近くでモチベタルあるんで、まあ、ここからもう一丁波作っていきましょう。そうね、前回の絆の動画で N2 初当たり1回っていう内容的にはねよろしくない動画だったんですけれども、もちろんね私も、まあ、撮影なんで、しかも絆なんで大王でなかなかできないんですよやっぱり。だからもちろんまたねダメそうだなって思う台に粘るわけにもいかないんで、まあ、あれはあれでね、どうせのね番組としてまあ私は面白いんじゃないかなと思いましたけど、コメント欄で
高額巻物が刺さらないからやめるっていうのはおかしいでしょみたいなのがあったんですけど、あの高額巻物が刺さらないからやめたわけじゃないですよ。物もう全部ちゃんと見てます。もうおぼろですね。赤ですね。全然源之助で行きましょう。204ゲーム捕獲中巻物ですね。BT ゼロスルーです。見たー。虚しく弱で72ゲーム230枚です。まあ単発回避できたんでセーフ。はい、もういっちゃいそうですね、そのまま。はい、何かハズキート、ありがとう。頑張ろう。な、大丈夫、大丈夫だと思う。まだだよ。85ゲームに約74枚。まだです。私はもう子供ではありませんね。決めて。せっかくの今日の大チャンスが、もう今日これしかもしかするとメジャーがないかもしれない。おぼれくん、さよなら。やばくない？やばいでしょ。あのお昼食べてきたんで、後半戦モリモリ盛り上げていきますよ。前半戦ね、まだ1000回転も回してないんですけど、あとは同色の子がついてくればね、もうめちゃめちゃいいじゃないかなって思うんで、あ、こっからが、ね、伸ばしどころところだと思いますよ。あ、はいよ。結構激アツもらいました。はい、424ゲーム激アツ。あ、まあ点数いかなかったけど、ほぼほぼ成功でしょう。滞在モードを見ていきたいんで、コロちゃんでいきますよ。やっぱ赤が成功するんですよね。アップは黄色です。432ゲーム、化け物から。これ三日月だってちょっときついぞ。ああ、私。OK。これは行きましたね。暑いです。
は猿之助で見ていっていいでしょう。青なんだ。夏は青ですね。25ゲーム広角巻物から猿之助でいきましょう。オッケー、100人から。BC 一スルーですね。やったせ。こんなところでずっとゼロスルー来てたんですけど、さっき初めて一スルーして、もうウィディ、いやいいじゃない、一応持ちメダルあとね50枚くらいだったところさせました。おお、いいね。開けてからまだ2ヶ月くらいしか経ってない。初めて実践収録した時、初めて収録した時はもともとすごい絆好きなんですけど、なんだろうな、これねお尻で撮ってるよね。お尻撮ってるよ。
FM 404枚めちゃ伸び悩めます。終わるか、失敗そうですね。私どうする、私どうするよ。え、ディスル三日月パーク2パークデート、こんなにする会社多くないんで、まだまだ全然打てます。6、でも一応恋でチャンスアップなんですよね。6か夜かじゃない。あはー、いあのゲーム数がめちゃ長い、40ゲーム、3対3で40ゲーム。くださった方本当にありがとうございます。怖いの、あーす激アツです。開始6ゲーム目、すごい激アツです。大丈夫、ハスメで撮ってるよ。これどうしてもあるんじゃないか。はいなら、はいか、あーオッケー、崖っぷちでね、ハスメで一発いけましたよ。
の朝一の状態とほぼほぼ同じくらいになります。まあね、これ終わらせちゃうともったいないんで、まあ、一応このセットは継続しますけど、そこからがね、どうなるか、皆さん一人盛り上げていきましょう。マジ全部持ってこい、緑1個だけ、緑ね、行けましょう。サウデン頼む、マジ頼むよ、できるできるできる、一級入魂、一級入魂ってなった。まだツインだから怖い、やられた、やられた、ダメ、もうちょいだよ、もうちょい、もうちょっと、もうちょいだって、
じゃあはい、331ゲーム1092枚、まあまあまあ伸びたんじゃないでしょうか。うん、負けたな。広角も行かせましたしね。1セット38ゲーム8枚ハーパー中だよ。はい、というわけでですね、294ゲームで超広角夏当たりして BT 入ったんですけど、単発で終わってしまい、その後もね月見たところちょっと三日月っていう感じで、一応ね実戦時間のもちょっとね過ぎた実戦してしまったんですけど、まあ、ちょっとね設定的には5かなと思って打ったんですけど、3っぽいなっていう感じだったんで、ここはちょっと引こうかなと。まあ、偶数設定だったら粘ったかもしれないんですけど、ここで一旦終了したいと思います。ありがとうございました。ちごゆうでした。でってるるる。ちょっとすごいよ。大丈夫ですか。はい、実戦終了お疲れ様でした。ミニテレのいちごゆいです。おう。はい、本日5月の7日ですね、ダイスプラザ船橋店さんにていつものバジリスク砂の方をですね実践させていただいたんですけど、騙されました。完全に朝一めちゃめちゃ良かったですよね。動画見てくれた方いらっしゃると思うんですけど、謎当たりも普通にするし、とにかく超高巻物、広角巻物とかめちゃくちゃ上手な展開とかねあったと思うんですけど、まあシナリオテーブルか、テーブルもいいし、シナリオもね、それなりに悪くないし、初期セット絶対持ってるしっていう感じで、5じゃないかなっていうのをちょっと追ってったんですけど、そういう罠でした。はい、多分ね、奇数設定を切り分けてる感じなのかな、1、3、1、3って入れてるんじゃないかなっていう私の感覚ですかね。で、まあ、伸びてる目玉持ってる人とかは、まあ、指導術が1台出てたらしいんですけど、左の方かな、その方ももともとね朝一そんなにぐわっと出てたわけではなく、もむむしながら同職が来て灰になって、そういう点絡めてみたいな感じだったんで、まあ、ラッキーパンチみたいな台がね結構あったかなと思いました。はい、私結果はですね、投資が朝一のまま100枚の2000円投資ですね。で、回収が一番ね最高値で1200枚くらいまで出たんですけど、最後めちゃめちゃね厳しい失敗でハマってハマって3300くらいハマって、一応回収がですね494枚という感じで、3枚ですと394枚、プラスの394枚というふうになってございました。はい、いつもねなんて曖昧な展開とめちゃめちゃ負けるかっていう感じなんで、いつかはねボコーンと出したいんですけど、今日それがちょっとチャンスだったんじゃないかなと思ったんですけど、残念ながら使えない結果となってしまいました。完全勝利ならずというわけで、また絶対リベンジします。みんな数はねそれなりに伸ばせれば伸ばすことできると思うんで、また来週もならず取る予定なんで、ということで、ということで、お時間なくお集まり申し訳ございません。また次回はね、すごい日は出るように頑張ります。はい、というわけで、今日は終了、お疲れ様でした。またなー。ありがとうございました。Twitter は概要欄に書いてあります。また見てください。バイバイ。